6月幹事社の産経新聞に来たわけです。それでは知事よろしくお願いいたします。はい、それでは今日はですね、この後夜にも重点措置移行に関しての具体的なご報告が別途させていただくことになります。これからいろいろ手続きがありますので、その後会見改めて開かせていただきますので、ご承知おきください。でまずこの昨日、昨日ではありませんね、6月21日からですね、今この土日を含めて緊急事態宣言下にまたあるということを、それ押さえておいてください。かつその後21日からどうするかということで、国において、まん延防止等重点措置に移行するという旨、決定をされたわけであります。でそこで都民、事業者、医療従事者の方々、この間もですね、いろいろご協力いただいてまいりました。改めて感謝を申し上げるところでございます。そしてまた今申し上げましたように、この重点措置、どういう措置をするのかということについては、国の基本的対処方針、そして専門家の意見を踏まえまして、今日対策本部会議で決定をしました上で、改めてのお示しということにさせていただきます。情勢ですけれども、昨日のモニタリング会議で、感染状況、医療提供体制、どちらも変わらず最高のレベル赤でございますし、また昨日6月17日の新規陽性者数を7日間で平均いたしますと 386.4 という数字、これは前週比にいたしますと 98.6% ということで、下げ止まっているわけであります。そしてアルファ株 N501Y ですけれども、これの感染力よりもうんと高いと言われているデルタ株 L452R ですけれども、こちらへの急速な移行ということも想定をされております。それに加えまして、昨日各先生がお伝えいただいた、毎回西田先生からご報告いただくんですが、繁華街の滞留人口、これの推移でありますけれども、宣言前の水準に戻りつつありますよという報告がありました。で、週明けからこのように国がまず緊急事態宣言から重点措置へと移行した、そこから今度は都としての重点措置に入るわけでありますけれども、重要なのはここで段階が緩和されたんだなということではない、現在も予断を許さないというのは、感染状況など日々また7日間平均でお伝えしている通りであります。このことをですね、皆様方と理解を共有する、感覚を共有する、認識を共有する、そして数値も共有する、これらのことを考えながら、感染防止対策の徹底を引き続きご協力お願いしたいと存じます。またモニタリング会議において、ワクチン接種が先行している諸外国で、この例が提示されました。イギリス、アメリカ、イスラエル、それぞれ感染者数と、それから感染者数と、それからワクチンの接種、これとの相関関係っていうのがかなり明確に示されていたかと思います。これから専門的な分析、効果の分析っていうのはあるんでしょうが、一目瞭然といったところではないのかな。接種率が上昇すれば新規感染者数が減少しているという、そのようなご報告を昨日いただいております。で、都におきましても、医療従事者のワクチン接種、これをですね、広まってきた、スタートの頃はですね、4月5月ぐらいだったですけれども、まず医療従事者の方々に受けていただいたわけですね。で、その結果というんでしょうか、病院で発生したクラスターの規模が縮小しているということと、それから職員の、病院のですね、職員の陽性者数の減少傾向が見られていると、昨日もモニタリング会議の後で大曲先生、もうおっしゃってましたけれども、そこは大きく違いますよという話でございました。ワクチンというのはまさにゲームチェンジャーになる、コロナとの長い戦いを、この戦いを大きく変えていくという意味で、
都は接種を加速する取り組みを進めているところであります。先ほども45階の展望室の今日からスタートいたしましたけれども、流れるように皆さんが予診、そして、ワクチンの接種を受けられて、そして経過を見ていただく、そういう形でうまく展望室の構造を生かした作りにしているのをご覧いただいたかと思います。でその前に8日から開始をしているのが東京都の築地ワクチン接種センターでありますけれども、こちらの方も順調に接種進んでいます。で開始から10日間で、見ますと約4万4000人が築地の会場で、接種をすでに済ませております。そして区市町村それぞれ、かかりつけ医集団接種、いろんな地域の実情に合わせた形で高齢者への接種を進めておられる。そして国のセンター、大手町のセンターもですね、高齢者からさらに次は若い世代へということなど進めている。それらを合わせますとですね、都内で少なくともすでに約180万人が1回目の接種を終えたことになります。17日の時点で1799万976人という数字が上がって、ここは書いてない、はい、でそれから週が明けますと、もうすでに先行しているところもありますが、いわゆる職域という接種が始まってくるわけですね。で国の申請受付が、6月8日に、この1000人規模以上等々の条件ではありますけれども、今いろいろ改善もされていると聞いておりますが、6月8日から開始をしているわけで、あります。で都内におけるこの職域の接種の数がですね、現在で約930件この申し込み状況となっておりまして、そのうち約400件が6月中に接種を開始する予定となっていると。1000人規模から何万人規模というものでありまして、合わせますともうかなりの数になって、皆さんもそれぞれ職域で受けられたりされる社もあろうかと思います。で、都として今日はですね、築地に続いて2番目の接種会場をスタートいたしました。先ほど取材していただいた都庁北展望室ワクチン接種センターであります。先ほどもお話ししましたように、こううまく構造を使った形で設計をされて、おります。でここではですね、2020大会の選手に近い、関係者などへの接種を行うことにしておりまして、最終的には1日あたりで2500人程度の接種ということを想定をいたしております。そして築地でのノウハウがもうすでに、蓄積しておりますし、またマニュアルをですね、それをマニュアルにして、これからの会場にも役立てていくということ、それから都庁舎ならではの工夫も凝らしていくことが可能かと思います。例えば築地の場合はですね、広大な駐車場という、あそこもともと車両基地でデポとして準備をしているわけですけれども、またそこでの特性を生かして経過観察にはですね、新たに何か組み立てるとかっていう話ではなくて、観光バスをですね活用して、その間経過観察をしていただくということで、バスがダーッと並んでいたかと思いますけれども、ここもある意味有効活用ということになります。北展望室の方はその形状を生かしまして、予診接種経過観察の移動距離を最短にする、そのような動線の確保ということに努めております。これからもさらに大規模接種会場の設置を進めてまいりますけれども、
現場そして施設の特徴を生かしながらいかに効率よく接種を進めていくか、これが安全かつ迅速な接種のための重要な鍵となろうかと思います。まあ、そのためにもですね、職域であったり都であったり、まずはワクチンを確保していかなければなりません。そして区市町村、医師会、関係団体、しっかり連携しながらですね、引き続き全力で、このワクチンの接種に取り組んでいきたいと考えております。繰り返しになりますけれども、皆さんにワクチンが広く行き渡るまでには人流抑制そして基本的な感染防止対策徹底すること、これが重要であります。それから1回目の接種受けられた方もじゃあマスクもういいわとかそういうことではありませんので、その辺もご留意いただきたいと思います。で、感染の再拡大を防ぐ、そのためにも感染しないさせない、このベースにまた戻ってですね、皆様方のご協力をお願いをしたいと思います。今日もう一点お伝えするのがですね、コロナ禍の中で苦労しておられる、業界の方々さまざまな分野で、ありますけれども、その中でも特にアーティストですね、の皆さん本当にご苦労されています。また舞台などでは役者さんだけではありません。照明から大道具、小道具、切符の営業から何から何まで、関連する方々非常に多いわけでありますけれども、この、アート文化の灯火を絶やさないという、そのためにも芸術文化活動を支援するアートにエールを、東京プロジェクト、こちらの方もずっと、アーティストの皆さんや芸術関係の方々の、後押しもさせていただきました。で、今年1月から3月にかけまして緊急事態宣言の関係で公演が中止延期になった団体を支援するステージ型と呼んでいますけれども、これについて4月に追加募集をしました。そうしますと482件の応募がございました。その中で審査をいたしまして、結果として100件を採択をいたしております。で、その100件の方々にはこの講演に対してそれぞれ200万円を支給をいたします。で、今回はですね、教育番組のテーマ曲でおなじみのクリコーダカルテットさん、数多くの演劇賞を受賞されている劇団チョコレートケーキさん、そして2つ目落語家10名、で構成されて、おります若手ユニットの芸協さんなど、音楽から演劇で伝統芸能などさまざまな分野の企画が揃っております。で、今後これらの作品をですね、10月末までに都内各所の芸術や劇場、そしてホール、さらに小劇場、ライブハウス、演劇場などでの上演を予定をいたしております。で、アートにエールを今申し上げたのはステージ型なんですが、このアートにエールには個人型とステージ型があります。で、この作品をですね、お寄せいただいたのが計、専用サイトで、この公開をしているのが約8000件あるんですね。本当に素晴らしい作品、とても素朴で、それが逆に魅力になっている作品、いろいろあります。で、今回採択した100件についても公演を撮影をしまして、追加で、また公開、配信をさせていただきます。やっぱパフォーマーの方、アーティストの方ってやっぱり聞いてもらう、見てもらう、楽しんでもらう、その場をですね、東京都として確保してまいりたいと思います。で、今この MX テレビの方でアートにエールをの作品の冒頭部分2分間なんですけど、これつないだ番組毎日放映しているんですね。そしてこれも静かなブームと言ってもいいんじゃないかと思いますけど、で、今回夏休みの特別企画として7月22日と23日の2日間、合計で約30時間集中してこの放映2分ずつのいろんなアート、これをですね、お楽しみいただければと思います。ぜひ多くの皆さんにご覧いただくことがアートにエールを送ることになろうかと思います。どうぞよろしくお願いいたします。後ほど重点措置についての会見を行いますので、今日はこの
冒頭2件お伝えをさせていただきました。どうぞ。幹事社の産経新聞力武です。幹事社から冒頭 2問お聞きしたいと思います。冒頭ですね、知事からもお話ありましたけれども、ともですね、 来週から、まん延防止等重点措置に移行することになります。で、都としての対応ですね、飲食店とかイベント等、都としての対応を、昨日にも決定する運びだったと思いますけれども、今現状ですね、どういった点で検討が長引いているのか、そこら辺をお聞かせいただけますでしょうか。昨日も申し上げましたように、国の基本的対処方針、その通知ということを待っていたということであります。これから手続きをしっかり粛々と進めて、内容については後ほどお伝えをいたしてまいります。2問目ですけれども、25日のですね、都議選の告示まで1週間ということになりました。前回4年前の選挙はですね、知事は都民ファーストの代表として、臨まれたわけですけれども、今回もう1週間後に迫りますけれども、どういったスタンスで臨まれるのか、お考えをお願いいたします。まず4年前と比べて何が違うかというとですね、やはりコロナの影響ですね。よってコロナをどう対応していくかというのが今最重要課題であることは言うまでもございません。そういう中で特に緊急事態宣言から重点措置へと移行するという週が来週から始まっていくと、さらには大会の開催を目前に控えているということでありまして、最終調整を国などと行っていく、また組織委員会等々とやっていくと、何よりもコロナ対策を乗り越えていくというためにも、都民生活オリパラ準備ということをしっかり取り組んでいきたいと思っております。そしてまたこの都市、首都東京でございます。いろいろと国際競争の真っ只中にいるわけでございまして、それらについてこれからも改革を続け、また良き伝統を守っていくという、そういう意味でですね、この都政の両輪としての都政、都庁、そしてまた都議会、それぞれしっかりと対応できる、そのような方々に、それを支えていくという方々にはエールを送っていきたいと考えています。幹事社からは以上です。各社の質問に移りたいと思います。質問を希望される方は挙手の上、知事の指名を受けてから社名と氏名を名乗ってお願いします。すみません、G 通信の斉藤です。先ほど政府のコロナ分科会の尾身会長が、東京五輪に、関する提言を、行いました。その中で、観客については無観客を求めています。この点について、知事は、開催都市の首長としてどのようにお考えになるか教えてください。はい、尾身会長を、会長じゃないのか、有志の会の会長なんですか、なんていうんですか。今回は多分、有志という形で出しているのかもしれません。そうですか、はい、組織委員会の橋本会長に届けられたということは、伺っております。有志の皆様方、いろいろと考えられてのご提言だと思いますし、またその、提言については、専門家のご意見として、配置をしていくことが必要かと思います。こうしたご意見も踏まえて、国、組織委員会ともに対策の具体化をさらに進め、安全安心な大会に向けた準備を着実に進めていきたい、そのように考えています。
共同通信の田です。聖火リレーに関してなんですけれども、都内のスタートが重点措置期間にかかる見通しとなりました。スタートが目前に迫っている中で、公道の走行中止など都内での現状の実施方法についての検討をお聞かせください。改めて申し上げますと、この聖火リレーというのは組織委員会の対応方針に基づいて、そして実行委員会と組織委員会で協議をする、その上で実行するという手はずになっております。で、都内の聖火リレーについては、やはりコロナの感染状況、そして、感染状況ですね、これを見ながら判断していくことになろうと思います。もちろん感染防止対策、これを万全を期すとともに、引き続き関係者との連携をして、安全なリレーの実施に向けての準備を進めてまいります。朝日新聞の軽部です。先ほどジジさんの質問にもありましたけれども、無観客開催について尾身会長もそうなんですけれども、知事が特別顧問を務める都民ファーストの会も公約で3本目の柱で無観客開催最低でもと掲げています。まずこの公約について特別顧問として何かその作ったことに関与されたのかどうか伺いたいのと、で改めて無観客ということについて小池知事自身はどのように考えているのかお聞かせください。一言一言の文言については聞いておりませんが、無観客もという考え方については聞いております。ただ観客の上限についてはルールとしてですね、まずイベント上限に沿って決めていくということになっております。で、また一方で急激なコロナの拡大など変化があった場合にはですね、柔軟性をどう確保していくか、そのことも考える必要があるということ、今日はラウンドテーブルも開かれて、そこに専門家の方も入っておられて、そういったご意見もあったかと思います。そういったご意見は尊重すべきかなというふうに思っております。すみません、もう一点だけ、先ほど幹事社さんの質問にもあったんですけれども、今回の都議選では1月の千代田区長選の時のように都民ファーストの会の例えば候補者の応援に入ることはありますか。今コロナ対策真っ只中でございます。それらのことも1月の時点とこのまた違う状況でもあろうかと思いますので、それらのことを踏まえて判断したいと思います。フリースクールジャーナルさんでいいんですか。はい、すみません、インタースクールジャーナルの平松です。はい、まず2点伺いたいんですけど、まず1点、すみません、1点でお願いします。あ、1点ですか。はい、はい、オリンピック・パラリンピックの学校連携観戦についてです。神奈川県では6市町、埼玉県でも中止する自治体が出ています。一方で都は組織委員会と調整中、現時点では行う方針としています。都の教育委員会に聞いたところ、児童生徒の移動は一般客同様公共交通機関を使うとのことで、密になり感染リスクが高まるほか熱中症の危険もあると不安や中止を求める声があります。一部報道によれば都は区市町村にキャンセル可能かどうかについて通知していないということもありました。この学校連携観戦は授業の一環という扱いですので、児童生徒や保護者が自由意思で取りやめられるものではないと聞いております。感染への不安、熱中症への不安がある中、授業名目でそれを押し付けるような学校連携観戦のあり方について知事としてどう考えているか、そしてこの学校連携観戦について中止するか、それとも今後続けていくべきか、知事のご所見を伺いたいと思います。今ご質問の中にいろいろ課題をすでに述べておられます。それらの課題を検討しながら判断していきたいとこう考えております。以上です。本日の記者会見はこれで終了とさせていただきます。ご協力ありがとうございました。